白木屋時代から数えて336年もの間、東京日本橋の顔として親しまれてきた東急日本橋店がその幕を閉じました。最終日の昨日は16万人の買い物客が押しかけるなど、一時入場を制限するほどごった返したんですが、店のシャッターが閉まった後の様子を含めて取材してきました。切れなく人の列が続いています。東急日本橋店の閉店セール、いよいよ秒読みとなってきました。すごい人ですね。あと1時間半で閉店なんですけれども、この後本当にどういうことになるんでしょうか。新年2日から始まった百貨店史上例のない全館売り尽くしセールに大勢の買い物客が殺到しました。どうしましょう。私はこういうもう人混みが苦手なので。音すごいですね。しかし、うわ、でも宝石半額、半額ですか。うわ、もうでも棚にもまばらに残っているという状態になってきましたね。もうここなんかは売れてしまったんですか。ええ、うわ、すごいですね。あ、なんか買いましたか今日は。まだ買ってない。今来たんですよ、ね、今来たんですか。え、何をお買いに。宝石か。宝石とかね。ああ、そうですか。もともと1万9000円、2万円ぐらいの商品。え、2万円ぐらいの商品が今7000円。売れ行きの方はやっぱり昨日今日が。昨日今日、あ、そうですか。東急日本橋店にはこの1ヶ月で204万人の客が訪れ、売上は160億円を軽く突破しました。中でも人気のあったのが宝石とこの絵画売り場でした。あ、ミロのリトグラフがありましたけれども、これも100万が65万。あ、小木さん、これも80万が52万。これだけど、あの、もうお好きな人にはたまらない価格ですね。あの、普段こういう売り場というのは大変静かな、はい、そうですね、あの、まばらなところですよね、はい、こういうふうにしてずっとお客様の来るのを出迎えるという形が普通ですけどね、はいはい、もうすごいですね。溢れてる状態、溢れてる、汗も溢れてますけど、はい、すごい。シャガールのリトですけれども、550万がなんと、200万円引き、350万円まで下がっています。へー、すごくお安いですよ。336年の歴史に終止符を打つこの日、かつてここで働いていた OB たちが最後の別れを言いに集まってきていました。やっぱり寂しいですよ。白木屋で入って白木屋で辞めるんだから、ね、私は誇りにしてる店で入ってそれがなくなるんだから。今じゃ飲み屋の白木屋のが有名になっちゃったけどね。東急日本橋店の前身白木屋は1662年、小さな小間物屋が始まりで、座売り販売から陳列販売に変えるなど百貨店の草分け的存在でした。その後、震災、白木屋大火など幾多の苦難を乗り越えて1956年東急傘下となり、ほぼ今の姿となりました。昭和4年、14歳で白木屋に入社した田中さんに当時の思い出を聞いてみました。白木商業学校っていうのは別にあったんです。これはあの白木屋が店員教育のために作った学校でして、我々みたいな少年店員はですね、全国から取ったんですよ。方言なんかもそれでありましたし、そういう訛りをね取って、まあ、本当の接客業に直したり、精神って言いますかね、要するに白木屋魂っていうのはみんな持ってるんですよね。しかし336年続いた老舗も長引く消費低迷に加え、日本橋にあるライバル店に客を奪われ、ここ数年は赤字の状態が進んでいました。ここはもう随分とこう歴史のあるホールなんですか。うん、ね、もう随分直しちゃってね、今こんな白くなっちゃったけども、その当時はまだ金箔が貼ってあったから。金箔、金箔よ、本物の、本物、本物、大理石がずっとさ、
わあい、いくつぐらいの時ですか？まだ二十歳？21ぐらい。これに私。シュート生活。見てください。ここでスカウトされていた。そうなんですか。これから最後の閉店セレモニーが始まります。初のデパート白木屋はここに310年本日記念の閉店に深く御礼をします。本日をもって本当にね、感謝の言葉に絶えません。ぜひ皆さんのこの一月の努力に対して最後自分に向かって拍手しましょう。どうもお疲れ様でした。せーの。この後は筑紫さんのそれから対論、最年少の芥川賞作家平野啓一郎さんです。